はい今回は自民党の内部崩壊、えー、2階派からですね脱会者が現れたニュースこちらについて考えていきます今回もよろしくお願いいたします自民党のですね政治資金パーティーのあ裏金の件なんですがまあ、こちらについてちょっと関心深い内容がありましてえー、こちらを今回考えていこうと思いますまあ実際のところですねまあ、どうなるのかわからない 東京地検特捜部の方が頑張って今、調べていただいている状況だと思うんですが、まあ、どうかなと、でその中において、ですねまあ非常にまあ興味深いというか、まあ、自民党っていうのはまあ政党っていうか、まあね893なんじゃないかと、まあ、そういうふうに思う内容なんですね。で このままいけば自民党がまあ内部崩壊すするると考えられるんですね。ただし、また何て言うんでしょうね、その自民党の中の議員とかが何とかかんとか、例えば維新の会に移るとかそういうこともあると言われているんで、そういったところで移って憲法改正をするとか、あとですね、自民党が解体されずに、そのまま悪あがきしてまた憲法改正をしよ,しようとしてるとか、そういったことも考えられるんですが、 まああの憲法改正をまあしようとしているのはまあ自民党もそうですが自民党の背後にいる東丸とか宗主国米とかまあそういったものの支持であると思いますだからもうこういったものは全てですべていうの解体してなくなってしまえばいいんですよあの国民のためにならないから。 で今回の話の、まあ、ニュースの、まあ、最後の方に出てくるんですが、菅っているじゃないですか、菅義偉。え菅義偉っていうのは維新の会とパイプがありますから、もしかしたら菅が、まあ、維新の会とかに行くのかなとかっていうのも取れるんですよ。もちろん本当のことってのは分かりません。で別にでたらめ言ってるわけでもなく、まあ、どうかなっていう、まあ、可能性をまあ模索してるっていう、まあ、そういった感じです。で、えーまあ、ニュースになっているんですけれども、まあ、短く言うとね、まあ、こういった感じなんですよ。その 自民党の政治資金パーティーの裏金でですね、東京地検特捜部に捜査に入られている今、この状況下において自民党のです、ね、2階のところですね、2階のところからの桜田っていう議員いたじゃないですか、元5人のなんかや,やつしてたの。あの桜田義孝っていうのがあ脱会するっていうことを言ったんですね。でその脱会する理由が派閥のパーティー券の販売ノルマが厳しいっていうことで。 でこういったところからもう自民党の、まあねえー、むちゃくちゃぶりがわかる、まあ、おそらく本当なんだと思いますね。このノルマがあるということで、閣僚経験とか当選回数が多いほど、まあ、負担が大きいということで、えーまあ、そういったことが、まあ、ニュースに事細かく書かれているんですねで。ただ、これに関しては別の意見もありまして、別っていうか。 この桜田義高について、まあ、意見がありまして桜田義高っていうのは、まあ、大臣を経験してるのに、まあ、そんなノルマは裁けないのかってだから人望がないのかっていうことをまあ言われているただそこら辺はちょっとね、えー、まあ僕にはわからないですねっていうことで、うん、だから自民党の中でま何、あ、て言うのかな利権でまあつながってるっていうことでしょうから、うん ただし、この桜田もそうですが、別に脱会したからって言って、この今の調べがなくなるわけではないんですよね。と、まあ、いうことで、このニュースについて、まあ、詳細がありますので、まあ、ちょっとこちらをここから考えていこうと思います。まあ、この政治資金パーティー券の裏金の件でですね、 まあ東京地検特捜部に今、まあ、調べに入られている自民党ですが自民党の2階の派閥ですね、思水会というところそこの桜田義孝っという、まあ、元五輪の大臣が12月5日に2階派に大会届を出していたということが分かったということで今後は無派閥で議員活動していくということでまだ自民党にはいるんですね自民党には居続けるということでこの時点でどうしようもないなと思いますけどね。 でこの桜田があ大会届を出したのは11月22日っていうことなんで。 えー、ちょうどー、ね、そのパーティー券の裏が、ね、刑事告発を受けた東京地検特捜部の捜査の時と、えー、いうことで、まあ、それが関係していると、でここの、まあ、ニュースに書かれているんですが、えー、この桜田というのは300枚、えー、ノルマがあったのかな、で大変だったということで、パーティー券が1枚、えー、2万円なんで、300枚で600万じゃないですか、まあ、まあ、きついと、まあ、思いますけど,、まあ、ど、どうなのかなという感じですよね、まあ、こんなことをやらせている時点でどうかしていると思いますけど。 で、えーまあ、自民党ってのはそういったことをしていたということは分かってるんですがこの2回の派閥の中で閣僚経験者ノルマ700万ということで、えー、400万から500万の安倍晋三の清和会よりもきついっていう,、まあ、いうことが、まあ、言われていて、まあ、そういったあことからなんじゃないかって言われて、えー、いるニュースですね。でパーーティののノルマといいうのは閣僚経験者とか、まあ、当選回数が大きいほど 桜田は当選8回ということなんで、まあま、なんていうのかな、ノルマが厳しかったとか、ちょっと関心深いなと思うんですが、安倍晋三の清和会も、高市早苗がえ閣僚経験者の高額なパーティー券のノルマを嫌になって脱会したとかっていうことなんで、そんなこともあったのかなって、高市も安倍も嫌いですけど、自民党の議員は僕は全員嫌いですけど。 売国なんでね、売国政党、売国党なんで嫌いですけど、やっぱりそういったことが自民党の中にあったのこと、まあ自民党っていうのは腐敗してますよね、一言でうと、こういうことがまあニュースになって、もちろん全くのデ,デタらメではないですから、こういうことがあなるということで。で、今回の自民党にえ調べに入ってるね、 えーまあ、本当の目的、本丸っていうのは自民党、政和会安倍晋三の派閥の裏金を追求しているわけですよ。で、この清和会の、まあ、5人衆っていうのはほとんど対応しないんですよね。えー、松野っていうのもお、まあ、答えない、で高木も答えない、えー、っていうことじゃないですか。でえーまあ、要するにこの 安倍晋三の清の和会はまさか東京地検特捜部が調べに来るとは思っていなかったということで実際、調べに来たんでかなりまあ動揺しているというようなことですよね。うん、でもうこんなことになったんで、まあ、自民党のイメージもさらに悪いですしこの安倍晋三の清和会というの,のイメージも悪いんでどん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 辞める人とかも出るんじゃないかとかで、まあね、この安倍晋三の清和会にいたら大変なことになるんじゃないかとか、まあ、そんなこともまあ言われていると。 でまあ、あの今までの流れでいうと派閥に、派閥の会長が、まあ、総理総裁を目指すということみたいなんですが、それが変わったとっいうことですね。で、まあ、自民党っていうのはもう完全にこの今回のこともそうですが、まあそのね、汚いことをやってますが、あの利益とか、まあ、その営利目的でやってるわけですよ、うん。で、その派閥っていうものの悪いイメージもあるし、えまあ、これからはこういう今回の件がクローズアップされたんで、 無派閥が増えるかもしれないし、派閥が崩壊するんじゃないかとも言われている、まあ、実際どうなるかってのは分からないし、え自民党があもう解体、えー、してですね、もうなくなることが、まあ、僕はあの何よりも願っていることなんで,で、まあじその、仮にもし自民党の議員ですね、まともなのがいれば、他かで、ね、政治活動すればいいだけの話ですから、そうすればいいんですが、でこの石破っていうのがです、ね、結構注目されてるんですが、石破がですね、このインターネット番組に出てきて、法律にまあ反する 政治集団なら解散した方がいいとかっていうことを言ったっていうことなんですが、まあ、菅とかあ無派閥の人はそれに関して微笑んでいるっていうことで、うん、で菅っていうのはですね、えーまあ、はっきりとっていうのは、これは、まあ、リ,リスナー様の方が詳しいかもしれないんですが、安倍・菅あ自民党ですね、自民党の安倍・菅とですね維新の会の松井とか橋本とかって裏でつながっている、あるいはですね菅とね、えー、維新のけげなかもつながっている可能性があるんで、 で実際これれ言われてるんですよこの維新の会の設立のまあ目的ってことでえ自民党の議員が例えばうまくいかなかった維新の方に行くとか維新の会がうまくいかなかった自民党の方に行くとか,だか相互受け皿になってるとかそういったことが考えられるんでもしかしたら僕たち国民があ あのね、懸念する大きなものっていうのは、えー、憲法改正の時なんですね。で自民党で駄目だったら維新の会に行ってそういうのをしようとすることもあるし、まあ、その逆の維新の会からら自民党に来るるってことも考えられるんですね、うん、だから結構これっていうのは裏側が難しいんですけどいろいろ考えられるんですよ。でまあ願うことっていうのはあるんですね。 東京地検特捜部の方が今回、切り込んで、ですね、えー、まあその裏金の件もそうですし、ありとあらゆるものを悪化して、えー、自民党解体というところの流れまで持っていっていただければとね、えー、僕はこの件はずっと思ってます。ただし、自民党、まあ、もしもね、えー、例えば岸田が退陣しました、その後自民党政権になったらだめですし、自民党がうまく政権交代しても、その後維新の会になったらだめなんですよ。まあ、日本経済がさらに悪化するんでね。うん、だからあの、いつもお話しさせていただいてますが、まず岸田の退陣。 そして自民党政権交代が必要、その後は令和やも太郎さんが政権中枢に入っていただければ、日本が良くなるんじゃないかと、まあ、そのように思いますということで、まあ、本当、自民党っていうのはね、このパーティー圏のノルマがひどすぎるということで、もう本当、まあ、ひどいところだなと、まあ、そういったこともまあ分かるニュースについて、今回お伝えさせていただきました。最後まままままでで聞いていいいててたただきまししありりがとうございますすす今回はここで終わります失礼いたします